また新しいの見つけました。でかいね。かわいい。うん、20メートルくらい。バス停向かいます。海鮮門バス停到着。バス乗れました。昨日全然動画撮ってないと思うんですけど、ボブに会ってからずっと飲んでました。で帰ってきたのは9時半とか10時ちょっとあんま覚えてないけど、と寝たんですけど、俺がとりあえず全然お酒が抜けてなくてちょっときついです。頑張ろう。頑張ります。ついに出発しました。おやすみなさい。はい、ちょっと時間早めにバレンシア着きました。 ぐっすり眠れて俺も使い飛びました。トイレして今からお家に向かいます。はい、歩いてたら一つ目の展示だと思うものを見つけました。かわいい。これもかな。3期目、海の海賊たち。これは動物と森と炎。これはゴブリン。これはポケットモンスター。お家に到着できました。ちょっとだけ休憩してました。とりあえず買い出し行きます。アルディ、明日日曜日は休みの可能性が高いので2日分買います。ご飯作ってもらってます。ツナパスタ作ってくれました。美味しそう。ありがとう。美味しい。うん、よかった。もう少し汁をね、スープかけてもいいかなと思って。そうなんだ。今日も脂肪をたくさんつけるぞということで、ミントアイス。のんびりしましたが今から出かけます。今日バレンシア来た理由なんですけど、今日まで科学博物館みたいなところで火祭りの展示があるのでそれを見に行きます。綺麗。また新しいの見つけました。でかいね。かわいい。うん、20メートルくらい。日本っぽいのも見つけました。これは何だろう。兵士と子供。土曜日なんでみんな飲んでます。いいな。ちょっと逆光だけどこれはだいぶ大きい。今のところ一個も何を風刺してるのかがわからない。ガーゴイル。本日の風暑い。こっちに行かなきゃいけない。すごい建物見つけたけどここでもないみたい。来たいとこには着きましたが、ちょっと人がだいぶ多そう。この中に入って火祭りで展示されるお人形を見たいんです。はい、そうですね。はい、今日の3時までしか入れませんでしたので見れません。入ります。人と違うじゃないか。どうも今は表彰式みたいなやってるみたいで、うん、それは入れないわけだ。はい、お祭りはちょっと休憩して目の前にあったモール行きます。ザラで Wi-Fi を使う人。民族衣装の展示がありました。多分今の火祭りに関係してるやつ、うんうんうん、巨大カリフールの中に潜入。 3.6 リットルのマヨネーズ発見。でかい。俺のトイレを待っててくれました。待ってたよ。ショッピングモールの1階にお人形の展示ありました。本当はこれを博物館で見ようと思ってました。お顔とかのデザインの系統はなんとなく似てるけど、一つ一つ何かを風刺してるやつ。カディスって書いてあるよ。これあれじゃん、今日のソシエダの相手だよ。カディス。1時間かけて。なんか今日はどこ歩いてもこういう人たちがいっぱいいるので、なんか追われてる感じだね。追いかけてるのか追われてるのか。
夜になってイルミネーションも出てきた。綺麗。移動中どこに行くんだろう。撮影で幸せそう、うん、お家に着きました。これからご飯食べます。食事前の一杯いただきます。続いてサラダ、ローストビーフのせサムギョプサル。これで出来上がり。いただきます。お出かけします。10軒ほどお店を探してようやくサッカーやってるとこ見つけました。よかった。まずはビールいただきます。前半は1対0でソシエダ勝ってます。ユーガは追加で注文。後半始まりました。今日も勝ってほしい。行くぞ。さっき自分が見たいって言った試合なのに寝てました。この人ソシエダホーム数ヶ月ぶりの勝利、おめでとう。おめでとう。はい、もう桃子は眠いのでさっさと帰って寝ます。おやすみ。帰ってきてのんびり歯磨きしに行くそうです。明日は東急のチケットを買いに行きたいです。よろしくお願いします。おやすみなさい。